その前に少しその、今、聞いていただいたアグアドについて、楽器店としての、切り口としてはそういったご案内も必要かということで制作家田辺さんをお呼びして、お二人でいろいろなお話をしていただくという企画を設けました。なお あまり長い時間でもいけませんので、大体15分から20分程度を予定してますので、いろいろご質問とか楽器について知りたいとか、いろいろな話を制作家の方となさりたいということでいらっしゃいましたらば、終演後に自由参加という形でまた座談会という形で設けますので、ご質問とか、いろいろな話をされたい方はまた後でお集まりいただければと思います。それでは第2部始めさせていただきます。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、クラシックギター制作の田辺正弘と申します。ギターショップアラでは日曜日に担当して修理調整等をしております。一部のコンサートで使用されたブラボさんの愛機であり名機であるエレナンデス E アグアドについては会場の皆様も十分ご承知と思うんですけれども、今回簡単な略歴をご用意しました。でそれを見ながら改めてこの楽器について皆様に知っていただいて、その後ブラボさんにアグアドについて気に入っているところなどインタビューしたいと思います。そして最後に制作家である私から見たアグアドについてなど略歴と一緒にご用意しました。アグアドの手紙今回お付けしました。それをちょっとご紹介しながら少し話をさせていただければと思います。本日はよろしくお願いします。失礼します。アグアドについてのプロフィールとヒストリーをちょっと書いて、はい、ちょっと読みます。はい、はいでまあ、マヌエル・エルナンデス・イ・アグアドということで、まあ、ご存知の通り、イっていうのは英語ではアンドで、エルナンデスとアグアド、2人の両者による制作された楽器です。でエルナンデスの方は本名はマヌエル・エルナンデス。写真、すごいいい写真展示していただいたんですけれども、ちょっと右上で言いますと、右側の細身の方がエルナンデスです。で、ビクトリアのアグアドが、左のちょっとふっくらしたネクタイ締めてる方がアグアドさんですね。でエルナンデスさんが1895年に生まれています。で対してアグアドさんは、1897年2歳年下になります。でエルナンデスさんはトレドの近くの村で生まれたということで、アグアドさんはマドリッドで生まれて、でエルナンデスさんは8歳にて引っ越しを マドリッドの方に引っ越しされます。でエルナンデスさん14歳の時にピアノ工房コルデラというところに見習い工として働き始めます。で熟練した技巧と音楽への愛情が認められて、後に制作部門に配属、ピアノの主要なボディの組み立てと響きの調整に関わるということでピアノを作られてたということですね。で程なくしてアグアドさんもエルナンデスと同じピアノ工房に入ってフレンチポリッシャー、タンポ塗り師として働きます。でまあ、フレンチポリッシュ、タンポニジ、タンポっていうのはてるてる坊主みたいな格好をしているのにニスを含ましてこう塗るんですけども、ただひたすら塗りながらピアノとかも当時はフレンチポリッシュで仕上げられていたってことが伺えます。で、ほどなくしてデレサールガルシアさんも1920年、マドリッドで生まれます。で、23年に28歳の時にエルナンデスさんが結婚されて、長女エミリアさんが後にそのデレサールガルシアさんと結婚します。でまあ、ここでベルサイユ・ガルシアさんを出したのは、まあ後に後で年表の下の方になりますけど、エルナンデス・アグアドさんの後継者としてガルシアさんがいますし、また義理の、息子としてガルシアさんはずっとラジオに出演するなどして10代からプロのフラメンコギタリストだったんですよ。でずっとアグアドさんの方にもギタリストとして義理の息子として制作の方にアドバイスしていたようです。で1925年30歳、エルナンデスさん30歳、アグアドさん28歳の時にエルナンデス・イ・アグアドとして最初のギターを制作します。でこれは最初はフラメンコギターだったのようです。一時期ギター文化館にも展示されていたようですけれども、この時エルナンデス・イ・アグアドさんは、まあ、1925年にはもうすでに作られていたことが今回私もちょっと略歴をまとめて、ね、実は初めて知ったんですけども、でやがて彼らの作ったギターをサインス・デラマーサーが評価して彼らは非常に勇気づけられたと。でマドリッド王立音楽院教授されてたということで、1935年から王立音楽院の教授をされていたんですが、41年
ピアノ工房コルデラが閉鎖することになり、マドリッドのラストロ、の有名の飲み地のラストロ近くに家具とピアノシーンの店を開くんですけれども、まあ、その間頃、35年から40何年ぐらいにサインス・デラ・マーサとの交流の中で、やり取りをしていたのかなと思っております。でアランフェス競争曲、有名なアランフェス競争曲も1940年頃に初演されるわけですけれども、非常にエルナンデス・アグアドとデラ・マーサさんとは深いつながりでつながっていた模様です。で45年50歳にエルナンデスさんになった時に、エルナンデスの長女エミリアさんが結局そのずっとベルサルガルシアさんはギタリストとしてアグアドさんと付き合ってたわけですけども、そんなご縁でエミリアさんとベルサルガルシアさんに結婚します。で48年頃になりますが、制作家モデスト・ボレゲーロさんがギター制作の手ほどきを受けるということで、またちょっとインターネットで調べたんですけれども、手ほどきを受けるというか、まあモデスト・ボレゲーロっていうのはご存知の方もいらっしゃるかと思いますけれども、マネル・ラミレス工房でサントス・エルナンデス、ドミング・エスソ並びにモデスト・ボレゲーロと、もうサンマガラスっていうんですかね、すごい有名な名工なんですけれども、ボレゲーロさんもそのサントス、マネル工房の後、まあいろいろ時代もあったのかもしれないんですけども、エルナンデスのピアノ工房のところでギターをちょっと作らせてくれないかと、手ほどきを受けるというか、モデステ・ボレゲーロさんがエルナンデスにアグラさんの工房でちょっとギターを作らせてくれよ、もうそれはもう渡りに船というか、これを機会にそのマネル・ラミレスからの制作の伝統工法なんかも教えてもらえるということで、両者合致してこう一緒に制作した時期があるんですね。で多分そういった経験をもとに、エルナンデス・アグアドさんはデラ・マースさんに褒められたり、アグアドさんがギターが弾けたりすることでギターを作ってはきたんですけれども、モデスケ・ボレゲーさんからも多分推薦というかあって、1950年ギター専門の専門店としてギターショップを構えます。でまあ55歳、エルナンデスさん55歳、アグアドさん53歳ということで、もう日本でも定年近くになってからスタートということでは本当遅咲きの制作家だったのかなと思いますけれども、はい、それで、まあ、有名な話ですけれども、ナンバー100を1本目としてこの時からスタートしています。でエルナンデス・イ・アグアドさんは、エルナンデスがギター制作を行い、アグアドがニス塗りや頭部の飾りや細工を施し、全体を点検を行うという共同作業によって一貫して作られたということですね。でなんか自分もネットとかまたいろんな情報で調べたんですけれども、まあ、夏にニスを塗り冬に制作という徹底した制作方法っていうんですけど、まあこれに関してはなんかまあ分担作業をしていたとなると、まあ、冬にはアグアドさんは暇になっちゃって、夏にはエルナンデスさんが暇になっちゃうわけなんで、まあ夏にニスにはいい、冬に乾燥した時に制作がいいってことなのかななんて思うんですけれども、はい。で1962年ナンバー204を制作、1964年ナンバー262を制作、まあちょっとギターコレクションの年数と品番をちょっと調べたんですけれども、まあ1950年に開業しまして、1962年12年で、まあ、100本近く作ってるんですよね。でまあ対して64年には262ということで60本近く2年間で作ったということで、まあ最初の10年とかはまあピアノ工房を辞めたといっても、まあ多分ピアノの方の仕事も多分あって、聞きに行ったら、いや制作でギター制作の方でピアノ辞めちゃったんだよって、もいやそんなこと言ってもって感じで、多分10年ぐらいはピアノを直したり調整したりギター作ったりってする時間が結構重なってたのかなと思います。でまあ60年代、私が見る中でもアグアド60年代の楽器が結構多いと思います。ブラッドさんの楽器も66年ですよね。60年代の楽器がすごく多いと思うんですけれども、まあ10年ぐらい経ってやっと本当の意味で制作の集中してできるようになったのかなと思います。でしかしながら66年にはエルナンデスはもう70歳、アグアドは68歳になって、アグアドさん糖尿病だったっていう話聞いてますけど、ちょっと体の不自由になったっていうことなんですね。
で以前フラメンゴギタリストで義理の息子であるベレサールに制作家となり後を継いでくれとエルナンデスが言います。でこの時ベレサールもギタリストしたりラジオの修理工したりいろんな仕事を二足のわらじで掛け持ちしながらですけれども46歳でじゃあ制作家になるかって始めたわけですよね。あなんか本当アグアドさんもベレサールさんも40とか50になってから本格的に作ったということでは皆さんの中でもこれから制作家になる人もいるんじゃないかなと思った次第ですけれども、で67年ナンバー341とまた3年後にはまた計算すると80本ぐらい作ってるんですよね。ただ70年以降はアグアドさんもかなり塗りも体も具合が悪くなってしまってベレサールさんに手伝ってもらったり72年にはもうアグアドはもうある意味引退となり、この以降は塗装を外注ということで74年がナンバー454が最後の作品となるということで、まあ趣味というか、まあ、片手間で作った楽器が何本かわからないんですけれども、454ということで、まあ、2人での共同制作として専門店として作ってからは354本で計算になるかと思うんですけれども、まあ、こんな感じでエルナンデスにアグラドさんの略歴を紹介したいと思います。まあ、ピアノなんかもちょっと調べてまして、ピアノ工房コルデラというのも、まあ、当時ちょっと皆さんご存知の通りファリアとかグラナドスとかアルベニスとか1900年代前後はスペイン そのピアノの有名な作家が結構活躍した時代ですし、また40年頃にそのコルデラが閉鎖することになりというのは、まあ、スペイン内戦になったり、またいろんなセゴビアがギターをこう出したりとか、世界の情勢もどんどん変わってきているような気もするんですね。まあ本当激動の時代の中の制作家だったのかなと改めて感じました。で写真にある通りですね、真ん中の写真のギターを説明をくれましたけれども、真ん中の写真のギターをこう構えてこう凛としている人が真ん中の人はデラマーサさんですね。まさにテラマーサさんっていう感じの写真のこの3人の3ショットなんですけれども、すごくいい写真を添付していただきました。でまあ略歴はこれほどにして、前半の演奏ですごく皆さん感じたかと思うんですけれども、まあアグアドの音なんかもう甘くて太くて切なくてメローででいて力強くて、まさに名器の音というかすごくいい音だと思いました。でブラボさんがアグアドについて好きなところとかちょっと皆さんに、まあそうですね、その全体的にそのアグアドのキーの音がそうですね。現代のギターはそんなに深いと柔らかい音が見つからない、はい、だからそのところは大好きですね。でね、その柔らかさ、ビブラートもしやすいし、ピッチは悪いですけどそうですね、と、天気にはすごく弱い、うんうん、だから今日はちょっと人も多くてちょっとヒューミンと、そうそうそう、スメンも短くなったから、はい、あまり、うん、なんか明るい音でできない。あけど、まあ、マドリードはすごく乾燥してあるので、ここにも乾燥してあるの時にすごくコンディションがすごく良くなります。あ、我々はすごく間近で聴けてよかったんですけど、またちょっと少し湿気っぽいっていうか、あ、そうですね、もっと乾いた音もあるというか、そうですね、ピッチも良くなります。まあそんななんか今前半聞いていろいろ思われたと思うんですけど、何か聞きたいこととかありますか？いや、でも本当に後半も楽しみなんですけれども、で最後にですね、もうちょっと休憩時間に読まれちゃったかと思うんですけれども、親愛なるマノーロということで、アグアドの手紙がアウラさんのアグアドのバイトの中から手紙が出てきたということで、取っておいたのを今回ご紹介いたします。簡単に途中まで読ませていただきます。私はあなたの言うところの、あなたの持っているというか、まあ、今持っている楽器と姉妹になるギターのための最初の予約金50ドルの小切手と手紙を書き留めで受け取りました。無論私はこのギターをあなたに手に渡ることをとても嬉しく思っています。言うまでもなく、このギターは高額を出すからぜひ譲ってほしいという、たとえ
外人というか他の人が来たとしても私は絶対に渡すことはしません。ひょっとしてあなたはそうしかねないと思うかもしれないけれど、私は決してそのようなことはしません。このギターはあなたのものですが、知っての通りこの2本の楽器を一緒に持ち、この楽器をまるで自分の2人の娘のように大切にする条件であなたに渡すのです。ですから私の話したことを今一度ここで言います。決してどちらも手放してはならない。いずれにしても、いずれにせよマノロ、あなたは70歳、私は58歳なのを気づいてください。神は我々に何年かの人生を与えたとしてくれたとしても、作れるギターの数は知っています。ですからあなたには、まあ、我々によって制作された最良の一それのギターを持ってほしいのですと。もうこのアグアド、エルナンデスと連名じゃないんですけれども、アグアドのすごい熱意というか情熱というか、70歳の人に手放すなっていうのをちょっとぐらいもうかなりいやどれだけ弾けるかなみたいな雰囲気なんですけれども、もうで私の思うところなんですけれども、この手紙にあるようにですね、まあエルナンデスさんの制作、アガートの塗装っていう両者のこの分担による制作のアガートのギターってところはあるんですけれども、非常にこの手紙の通り、なんかアグアドの熱意情熱がまた名来たるゆえんというか、だかなとすごく思いました。やっぱり技術はもちろんですけれども、そういったいい楽器を作りたい、最高の楽器を作るぞっていう気持ちこそがやっぱりいい楽器を作れる条件なのかなと非常に思いますし、またそういうのを評価して、多分敬意がエルナンデスがアグアドに対して敬意だったと思うんですね。で、私制作家なんですけれども、例えて言うならば10制作してたとしたら、やっぱり制作してる時間って塗装は長く時間とっても賞味の時間で短いんですよね、まあ、8か9かぐらい作って最後塗るようなイメージなんですけれども、エルナンデスさんからしてみたら結構楽器の本体部分をほとんど作って塗装最後アグアドに仕上げてもらって、それで同じ連名会みたいなところはあるかとは思うんですけれども、多分ネック関係もアグアドさん仕上げたということで、アグアドさんはホルヘアリサさんに教わったモテワさんの話が聞いたんですけど、ホルティアとかにも習ったり、かなりギター愛好家としてアグアドさん弾いてるらしいんですね。で、アグアドのネックとか、ネックって私もよく聞くから、田辺さんギター弾かれますかって言うんですけれども、やっぱりギターが弾けないとネックの削りって親指の位置とか確認できないんですよ。できっと多分エルナンデスは太鼓は作っていい音でしっかり作るけれども、最終的な操作性、オペレーティングみたいなネックなんかは最後ちょっとお前仕上げてくれてついでに塗ってっていうことで、すごく両者が仲良くやったのかなと思います。またきっとこの写真にある通りですね、アグアドさんはネクタイを締めてシャツ着てこうやってやってるんですけれども、きっとお客さんが来ると俺の楽器はいいぞってこうだこうだっていう、こうスポークスマンみたいな役割もお店でやってて、多分後ろでアグアドさんがひたすら寡黙にこう職人的にこうあんま喋らんと後ろで制作しててやってたんかなっていう、2人の仲いい様子がちょっと想像できるんですけど、そんな気はしないでしょうか。まあちょっともうこれで15分ぐらい過ぎてしまったのでここでお願いします。まあ簡単ではございましたですけど、まあいかがだったですかね。エルナンデス・アグアドさんのこの制作について思いを馳せながら、またブラーボさんのさっきの話もちょっと心に留めながら、リブの方を心ゆくまで楽しんでいただければと思います。本日はありがとうございました。以上です。普段の早速リブの演奏の方に楽器持ってもらえます。登場されますので、再び拍手を持ってお迎えいただければと思います。よろしくお願いします。最初の曲はブエノスアイレス・オラセイドという曲です。
1967年ぐらいの曲です。ピアソラさんは、彼のグループの